イレーネさん、よかった。私はどのくらい意識を失っていた？もう朝みたいです。それほどか。歳は取りたくないものだ。何があった、小娘？パージ神殿の奥に行く方法で、その意見の食い違いが。なるほどな。それは私が迂闊だった。こいつを先に渡しておけば問題なかったな。これはカードキーなのか？この惑星の文明レベルでなぜそんなものが？パージ神殿の奥へ行くにはその導きの灯火が必要なのだ。それがなければ神殿の奥には行けん。破壊などしようものなら奥のさらも危険だ。エッジの判断が正しかったのね。ああ、カードキー、いや導きの灯火をどこで？昔ムーアの血を引く者とかいうやつから預かったさあもう行け。そしてサラを頼む。では行きましょう。おい、そこのドラ猫。確かメリクルと言ったか。なに、また私の夢を壊す気なの？暇になったら遊びに来い。聖女とやらの話、今度は笑わずに聞いてやる。気が向いたら来てあげる。それと私はドラ猫じゃないよ。小僧、貴様が何を恐れているのか私は知らないし興味もない。だがこれだけは言っておく。うぬぼれるな、このバカめ。星の海は果てしなく、世界は途方もなく広い。それを貴様ごときが背負えると思うな、愚か者。栄えるも滅ぶも、それはすべて星の選択だ。これは運命と言ってもいい。ですが、もしや貴様運命すら操れると思っているのか？だとすれば増長しすぎだ、このたわけが。そんなつもりは。貴様にできることも、貴様が与える影響もたかが知れている。貴様が契機となったものがいずれ巨大な波となり星を飲み込むことになるかもしれん。それこそ星の命運に関わることもあろう。だがそこまで至るには貴様の力だけでは不足。さまざまな要因が絡み合い最後の運命へ帰結するのだ。イレーネさん。悩め、恐れろ、泣け。されど止まるな。おごることなく、まっすぐひたむきに前へ走れ。そうすれば、自分にできることが見えてくる。ちっぽけな自分にしかできないこともな。それこそ、貴様が真になさねばならないことだ。それも信託ですか？いや、単なる御託だよ。それに貴様にはそこの小娘がついているだろう。私ですか？辛いことも苦しんだこともあったろう。だが貴様の中のムーアには
必ず意味がある。私の中のこの小僧と共にあれ。ムーアの加護を受けて生まれた幸福の子よ。フェイズ。ほんの少しだけど走れるようになったと思う。もう少しだけ待っていてくれ。必ず君が知っている僕に戻るから。行きましょう。ああ。やれやれ、夜が明けてしまったわね。行くんだったら早く行きましょう。あなたはなんでここに。言ったでしょ、この星でなすべきことがあるって。どうやらその目的まで坊やと一緒みたいね。アスモデウスの復活を阻止すること、それがモーフィスの私に与えられた今回の任務よ。君もモーフィスの一員なのかね。あなたの噂は聞いているわ、バッカス。こんなところであえて光栄と言っておくわ。そこの坊や以外には初めて名乗るわね。私はミュリア・ティオニセス、カルディアノン母艦で会った子もいるわね。あなた、あの時の。なぜあなたがロークに。それは私が知りたいわ。カルディアノンの時といい、このロークといい、なぜあなたたちは事の核心にいるの。まあいいわ、とりあえず一緒に行きましょう。そんな勝手に。やっぱりあいつを狙っているんですか。もちろんよ。それまでは坊やのそばを離れてあげないから。どういうことなの、エッジ。簡単なことだよ。あの人はクロウを殺すために仲間に加わったのさ。え？大丈夫、そんなことはさせない。きっと分かってくれるから。それじゃよろしくね。
戦闘と呼ぶには。まだまだ若い子には負けないわよ。